江戸時代のこと。上州厩橋、現在の群馬県前橋市に囲碁の道に大変熱心な近藤佐島という老師がいました。その頃、江戸三円山増上寺の修行僧に唐の国出身の小松快禅という者がいて、天性の囲碁の強豪で諸州を遊歴してさらに強さを増し、世間では本因坊に匹敵する実力者と噂されていました。ある日、佐島は快禅と手合わせしますが、二子おいて二局とも佐島が勝ち、会心の一局に本人も納得、観戦していた人々も称賛します。この話が世間に広がると、佐島は旗本衆に招かれるようになり、ついには井上家当主、井上俊石隕石らにも手合わせを望まれるようになったそうです。そうなると、佐島は海前と戦での勝負をしてみたいと考えるようになりますが、海前に断られ、その後知人を通じたびたび依頼したものの、まだ戦にて手合わせすべき気力ではないと了解を得ることができませんでした。やがて佐島は帰郷しますが、常日頃このことを友人に語り、残念でならない様子だったといいます。数年後のある日、突然佐島が海前を訪ねてきて、昔話に花を咲かせながら改めて海前へ対局を願い出ました。私が囲碁に熱心なのはあなたも知っておられるでしょう。以前人を介して千での碁の手合わせをしばしば申し入れましたが、了解していただけず大変残念で恨めしく思っておりました。一生のお願いです。ただ一局でいいので手合わせをお願いできませんでしょうか。顔は青ざめ、平身低頭を頼み込む佐島の思い詰めた様子に海前も哀れに思い、ついに対局を了承したそうです。佐島の気力を知る海前は当初軽くあしらうつもりでいましたが、対局が中盤に差し掛かると、以前とは別人のような佐島の気力に驚いて真剣に打ち始めたといいます。しかし、なんとか優位な形勢にしようとする海前に対し、佐島はますます精神を研ぎ澄ませ、勝敗は分からなくなっていきました。以前の西局は美濃国より始めて猿の国、あるいは遅くとも明かりを灯す前には終局したのが、今回は戦にもかかわらず夜の牛道過ぎまでかかってようやく終局。結果はわずかに海前の4目勝ちでした。海前がかなりの上達、感心しましたと褒めると、大変喜んだ佐島は、思いを遂げ思い残すことはありませんと熱く礼を述べ席を立ちました。佐島が川屋へ行ったのだろうと思っていた海前は、しばらくしても戻ってこないため辺りを探しますが姿が見えず、深夜だし挨拶もなしに帰るわけがないと思いながら、結局見つからないためおかしいなと思いつつその日を終えます。それからしばらくしたある日、海前のもとへ上州厩橋の者が訪ねてきたので果実のことを話したところ、その者は笑って取り合おうとしませんでした。しかし海前が真顔で話していたので冗談だと思って返答しなかったのですが、佐島は故郷にて長く患い養生の甲斐なく先日亡くなっていますと語ったそうです。驚いた海前が日にちを数えてみると、まさに対局したその日に佐島が亡くなっていたそうです。今回は江戸時代末期の家元、林家当主、林元美が刊行した爛柯堂棋話に掲載されている話を紹介しました。爛柯堂棋話は囲碁の歴史、逸話などを集め評論を加えた本ですが、その内容には林元美自身が脚色したと思われる部分も多く見られます。今回の話は海前が増上寺にて信頼のおける一人の老僧に話し、その時書き留めていた棋譜を若き日の林元美が入手したと記されています。増上寺の修行僧小松快禅は
快禅の大塗りと呼ばれるハメ手で知られる、宝暦から安永頃に活躍した囲碁の強豪であり、跡目時代の本因坊烈元とは10番号打ち、5勝5敗の内訳としています。快禅の生没年は不明ですが、林元美が生まれたのは快禅が活躍していた時期であり、元美は一世代前の快禅とは直接面識はなかったのかもしれませんが、本因坊烈元門下であった元美は師匠や兄弟子からその名を聞くことも多かったのでしょう。爛柯堂棋話で林元美は、本来怪しげな話は語るべきではないが、この内容が大変面白く、このままうずもれさすには惜しいとして、幽霊との対局の棋譜を紹介しています。